今日はクラスの女の子友達とレストランに来たのだ。キモいおじさんも一緒なのだ。今日は仲直り会なのだ。僕たち女の子グループはキモいおじさんのことをキモがったり無視したり石を投げつけたりしていたのだ。それがいじめにあたるのではないかと学校で問題視されてしまったのだ。僕たちは自分たち女子こそ真の被害者である。僕たちは正当防衛をしただけだと必死で泣いたり SNS で動画を拡散して抗議したけど、キモいおじさんが実は障害者であったことが決め手になり、僕たちは敗訴してしまったのだ。そうして強制的にこの仲直り会に出席することになったのだ。それでは女子の皆さん、これから一人ずつ僕に謝罪してください。そうして一人ずつ握手をしましょう。皆さん一人一人の言葉や態度を僕はじっくり見させてもらいます。でははじめに、つむぎさん。け、悪かったな、もう死ねよ。ダメです、真心が感じられません。それに何がどう悪かったのかちゃんと具体的に釈明してください。そしてほらほらほら、握手はどうしたんですか、握手は。ほら、僕の手をしっかり両手で握ってください。どうして約束が守れないんですか。僕と仲直りしたくないんですか。クソったれ、このデブハゲ。こうして僕たち女の子はキモいおじさんに心にもない言葉で苦痛を感じながら謝罪をして、身の毛もよだつ思いをしながら握手をしていったのだ。キモいおじさんはむすっとした表情を保とうとしているようだったけど、時折ニターッと笑みとよだれを垂らしてしまうこともあり、いい気になっていることは明らかだったのだ。クソムカつくのだ。腹いせに僕たちは高い料理やお酒をガンガン注文して思い切りやけ食いしてやったのだ。そしておじさんがトイレに行っている間に、つむぎちゃんがお勘定をおじさんに全部押し付けて先に帰ってやろうと言い出したのだ。店員さん、全部でいくらになるの。75,000円でございます。あ、そう、それじゃごちそうさま。お代はさっき一緒にいたおじさんが払うから。あの人うちらの学校の先生なんだ。可愛い生徒のために特別におごってくれるんだってさ。かしこまりました、またのお越しをお待ちしております。ふう、いいうんこが出たよ。やっぱりうんこは小便器にするに限るな。あれ、女の子たちは、あれあれ、店員さん、僕と一緒に食事をしていた女の子たちはどこに行ったんですか。お代は先生が払うとおっしゃって皆様お先に帰られました。何？お一人様を除いて。先生。ずんだもんちゃん、君は帰らなかったのかい。なのだ先生、今までごめんなさい。なのだ、正直先生のことはキモいしムカつくけど、でもだからといっていじめていいわけじゃないと思うのだ。僕は悪いことをしたのだ。僕と握手をして仲直りをしてほしいのだ。ずんだもんちゃん、ありがとう。僕は君を許します。でもここのお代は払ってほしいのだ。僕は財布を持ってきていないのだ。